ていきましょう。アレックスから一旦戻してというところ、マスコが足を伸ばしますが、ここは奪った、シュート、三橋決まった。前半の4分、福島ユナイテッド FC の先制です。笑顔の田坂監督。前半早々の失点というのはグルージャ盛岡も気をつけてはいましたが、その隙をついて三橋が右足を迷いなく振り抜いていきました。今シーズン2点目です。先ほどのシーンです。アレックスが右サイドある程度キープして、グルージャ盛岡も守備に人数は割いていたんですが、一瞬の隙。こちらの三橋のゴールで赤と黒福島が先制です。